カイル・トーマス・ブッシュは、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス出身のナスカー、ドライバー。ナスカー3大シリーズの一つのキャンピングワールドトラック、シリーズを20歳19日で、最高峰のスプリントカップシリーズを20歳125日で、勝利するという2つの最年少記録を打ち立てた。日テレ G で付けられている愛称は、ヤングスター、現地では、ザ・スパイダー、ラウディ・ブッシュ。 ワイルドシング、シュラブなどと呼ばれる。2004年のカップ戦、シリーズチャンピオン、カートブッシュは実刑である。ラスベガス出身という超都会っ子であることに加え、年上にも物おじせず、ガンガンぶつかっていくその姿から、ノーフィアーとも言われ、現地では優勝すると、ブーイング、トラブルが起こると歓声が上がるトップヒールでもある。マシンの窓に立ってお辞儀をする優勝パフォーマンスでも、有名である。 数多くの離れ技を成し遂げているドライバーでもある。2015年のエクスフィニティシリーズ開幕戦で骨折し11戦を欠場したが、復帰後8区の勢いで自身初のチャンピオンまでこぎつけた。また、同一週末に複数のレースに出場する上どちらも勝ってしまうことで知られており、2009年にナスカー史上初めて3大シリーズのうち2つを同時に制覇した。 さらに2010年と2017年のマーティンズビルでは同一週末のカップネーションワイドトラックすべてに出場してすべて勝つという異業二度も達成。さらに2016年にはマーティンズビルで行われたカップ戦及びエクスフィニティで優勝。翌週のテキサスでもカップ戦とトラックシリーズで優勝し2週連続で週末を完全制覇した。完全制覇をしたは放棄を持って パフォーマンスをするのが恒例となっている。なおこれらの記録はすべて、トヨタのマシンによるものである。2017年は、カイルブッシュモータースポーツから、キャンピングワールドトラックシリーズに、ジョーギブスレーシングから、エクスフィニティシリーズ及びモンスターエナジーナスカーカップシリーズに参戦する。また、北米を代表するトヨタドライバーの顔としてもたびたびメディア露出しており、 グレーンスープラの発表時には、ナスカードライバーで唯一並みいる WEC、WRC ドライバーたちともに CM に登場した上、カイルのグレーンスープラのインプレッション動画も公開された。初めて車を運転したのは6歳の時であり、その後家のガレージで父と兄の指導のもと、レースカーのメンテナンスを行い、10歳になると兄の小さなチームでクルーチーフとして活動した。 13歳になると学業を第一としながら、レーサーとしての活動を、スタート、1990年から2001年には、ラスベガスモータースピードウェイで行われている、ローカルレースで、通算65勝を挙げる。16歳にて、クラフツマントラックシリーズに、スポット参戦、初年度いきなり6戦中2戦で、トップ10フィニッシュするという好成績を挙げるものの、2002年の、 テスト中に、カーとマルボロ500の関係で、レース場に入場できなくなってしまい、6週間後、ナスカー側も18歳以下の参戦を禁じるという、ことになってしまったために2年間を別組織である AS、ASA シリーズへ移籍して戦うこととなる。2003年はこの年齢制限から解放され、ブッシュシリーズへとスポット参戦。その後2004年にネーションワイドシリーズに、フル参戦。 五勝を上げランキング2位に同時にルーキー・オブ・ザ・イヤーのタイトルを手にする。このルーキー・イヤー五勝は歴代最多勝ちである。この五勝で才能が一気に開花。翌2005年にはクラフツマントラックシリーズと最上位のネクステルカップシリーズでほぼ同時に最年少勝利記録を樹立し、クラフツマントラックシリーズで3勝、ネーションワイドシリーズで1勝、ネクステルシリーズでは1勝を上げ、 ルーキー・オブ・ザ・イヤーのタイトルも獲得した。その後どこかしらのシリーズで年間1勝以上を獲得し続け、2008年にはジョーギブス・レーシングへ移籍。ジョーギブス・レーシングはこの年マシンをトヨタ・カムリに変更。カイルは第4戦アトランタで参戦2年目のトヨタに初勝利をもたらした。この年は年間8勝をマーク。しかし全部チェイス前だったこともあり。 ランキングは10位に止まった。2009年シーズンは序盤を3シリーズ掛け持ち、後半は、スポット3戦のトラックシリーズのレース数が少なく、2シリーズ掛け持ちという体制が災いしたか、序盤こそ4勝で一時期最高値となるものの、チェースを18ポイント差で、ブライアン・ビッカーズに持っていかれるという最悪な展開で、シリーズチャンピオンへの座を閉ざされることとなる。 その後優勝はなかったがなんとか上位フィニッシュを繰り返しシーズン13位でミリオンダラーボーナスを獲得。ネーションワイドシリーズでは第7戦でカール・エドワーズからトップを奪うとそのまま独走。年間最多勝ちとなる9勝と賞金王も獲得しセカンドカテゴリーとはいえ自身初の大冠となった。3戦が15戦止まりであったトラックシリーズも年間7勝と 3シリーズ合計20勝は年間最多勝ちである。2月21日のフォンタナ戦では、キャンピングワールドトラックシリーズとネーションワイドシリーズを同日に優勝するという史上初の快挙も達成した。2010年、キャンピングワールドトラックシリーズをカイルブッシュモーターズボルツから、ネーションワイドシリーズとスプリントカップシリーズには、ジョー・ギブスレーシングより参戦した。 スプリントカップシリーズでは、第10戦リッチモンド、第12戦ドーバー、第24戦ブリストルの計算賞を上げ年間ランキング8位。8月に行われたブリストル戦では、ナスカー史上初となるキャンピングワールドトラックシリーズ、ネーションワイドシリーズ、スプリントカップシリーズの3カテゴリー同一周制覇を成し遂げた。2011年も引き続き、 キャンピングワールドトラックシリーズをカイルブッシュモーターズボルツからネーションワイドシリーズとスプリントカップシリーズをジョーギブスレーシングより参戦。スプリントカップシリーズでは第4戦ブリストル、第9戦リッチモンド、第18戦ケンタキー、第23戦ミシガンの経営4勝を挙げチェイス進出を決めるもののチャンピオン最有力候補でありながらチェイス戦に入ってからは失速。 さらには、第34戦テキサスの週末に行われた、キャンピングトラックワールドシリーズにおいて、イエロー中の報復行動が問題となり、その週末のネーションワイドスプリントカップ戦を出場停止処分となるなど、結果的にスプリントカップシリーズランキングを12位で終えることとなった。なお、この年行われたニューハンプシャーでのネーションワイド戦において、 ナスカーでの通算100勝目をマークした。2012年はトラブルやクラッシュなど不運が重なり、わずか1勝にとどまり、チェイスイリを逃す。シリーズランキング13位。2013年は4勝をマークし、難なくチェイスイリスルが、ジミー・ジョンソンとマット・ケンゼスとのチャンピオン争いから遅れを取ってしまう。シリーズランキング4位。2014年は、 ライバルメーカーとの競争力において不利な状況で検討するが一生にとどまる。シリーズランキング10位。2015年は開幕戦デートナ500の前日に行われたエクスフィニティシリーズのレースでクラッシュに巻き込まれ両足を骨折する大怪我を負ってしまう。この怪我によって開幕戦から第11戦まで欠場を余儀なくされる。第12戦の前に行われた ナスカースプリントオールスターレースから復帰し、第16戦そのまで復帰後の初勝利とともに、シーズン初勝利を挙げる。さらに、第18戦ケンタッキーから第20戦、インディアナポリスまで、怒涛の3連勝を挙げ、チェイス入りの条件となる、ランキング30位以内に入り、チェイス入りを果たす。チェイス戦に入ってからは、初戦で位に沈むがそれ以降は、上位入賞を繰り返し、 最終ラウンドまで進出。最終戦ホームステッドマイアミで見事勝利し、自身初のチェース戦での勝利とともに初のシリーズチャンピオンを獲得した。トヨタ勢としては3戦9年目にして初のシリーズチャンピオン、開幕戦から11戦を欠場して、そこから怒涛の追い上げを果たしてチャンピオン獲得とドラマチックなシーズンとなった。2016年シーズンは、 第6戦、マーティンズビルをはじめとして4勝を挙げチェース進出を果たすが、チェースに入ってからは、勝利を挙げることができず、ポイントランキングで最終ラウンドまで勝ち進んだものの、ジミー・ジョンソンに7回目のシリーズチャンピオン獲得を許してしまった。2017年は、開幕戦デイトナでのタイヤトラブルによるクラッシュから始まり、第3戦ラスベガスでは、 ゴール後に上位ロガーノと接触をめぐって乱闘、ピットロード絡みのペナルティ等と乱調気味に陥る。第21戦のポコノにてようやくシーズン初勝利を上げ復調し、第24戦ブリストルでは2010年以来となる、前人未到唯一無二である二度目の3カテゴリー同一周制覇を成し遂げた。プレーオフに進出後も、第28戦ロードオン、第29戦ドーバー、 第33戦、マーティンズビルに勝利し、最終ラウンドへ進出したが、マーティントゥーレックス・ジュニアに敗れ、シリーズ2位となった。2018年シーズンは、第7戦テキサス、第8戦ブリストル、第9戦リッチモンドと3連勝を挙げる。前出の通りノーフィアーと呼ばれる過激な走りで常に、トップを取りに行く走りが魅力。特にリスタートに関しての能力はズバ抜けており。 リスタートごとに、抜群のスタートを決め順位を上げる姿はよく見られる。ただ過激な走りが行き過ぎ、軽い接触に対して、報復としてぶつけ返し、タイヤをパンクさせるなどの自爆も目立つ。他にも肝心なところでパンクしたり、レーシングアクシデントでクラッシュさせられたりと運の悪さも目立ち、勝てるがランキングが上がらないドライバーであった。 しかし経験を積むにつれ徐々に安定感のある走りも見せるようになり、ついにはチャンピオンまで登り詰めている。コース的な相性は、ローバンクショートトラック、ハイバンクショートトラック、インターミディエートトラック、スーパースピードウェイと、どのトラックでも勝てる器用さを持ち、特に2008年には36戦中2戦しかない、ロードコースの両方を制覇するなど、器用さは、 オーバルトラックの走り方だけにとどまらない。その中でも得意としているのはショートオーバルでブリストルでは同州3シリーズ制覇という離れ技を二度もやって乗けている。デートな500。ありがとうございます。